こんにちは、ゆるせみです今回の動画ではセミリタイヤを目指す僕の資産公開ナンバー2ということで、えー、以前ね2月20日頃かな資産公開の1回目をやったんですけどそれから3ヶ月とちょっと経ってねどれぐらい資産の方が増えたのかなっていうのが、まあ、気になる人もいるかなと思ったので、えー、また公開してみたいと思います。 はい、で、結論なんですけどもまだね3ヶ月ちょっとしか経ってないっていうところもあってまだまだ目標額に達成するまでは先は長いかなというふうな形です目標額はね一応500万としていますじゃあねその資産の内訳見ていく前にまずゆるせみ僕のことをね知ってもらおうと思って軽く自己紹介をしたいと思います えー、僕はですね28歳の会社員仕事は営業をやっているんですけども営業という仕事はね結構ストレスが溜まるものですよねでやっぱねそうやってストレスが溜まっていってまあちょっと体調悪くしたこともあったりしたんでっていうのがあってセミリタイアを目指し始めましたそれが、えー、この YouTube に動画を投稿し始めた2月からになります でそれとねまたちょっと違うんですけど子どもの頃からねちょっと頭髪が薄いっていうのが悩みだったんで、まあ、そういうね頭髪が薄くなる病気っていうのが AGA っていうのがあるんですけどもそれの治療の方もやっていますこれがねちょっとお金がかかる治療になってるんですけどまあそれもやりながらセミリタイアを目指したいなというところです、えー、そして糖尿病もねちょっと太り気味なんで糖尿病にも かかってしまう恐れがあるということなんで1日1食生活をしながらダイエット中になります2月からやっててね今6月なんですけどもマイナス6キロの減量減量に成功してるんで、まあ、このまま続けてね、まあ、できれば1 0キロ1 0キロ1 5キロぐらいね痩せたいかなというふうに思いますで気になる年収はね400万円程度ということでミリタイアを目指す えー、サラリーマンとしてはね一般的な練習なのかなというふうに思っています地方住まいのためね自動車を所持していますですからやっぱ自動車税とかそういったお金に関するあ自動車に関するお金がねかかってくるっていうのがちょっとセミリテイアを目指す上ではネックかなという形です性格はね結構飽きっぽいんですけどもでもねギリギリ YouTube は続けてるかなという形ですじゃあ あらかた自己紹介の方終わったんで早速中身の方を見ていきたいと思いますまず預金系からですね普通預金45万3163円ということで2月20日時点がね20万6650円ということで大幅にね預金の方が増やすことができたというところがあります次に定期預金ですね定期預金は6万トンで96円 2月20日時点はね、8万トンで64円ということだったんですけど、これはまあ、定期預金がね、えー、満期に達,す達したんで、その分を普通預金に、えー、2万円分は普通預金に割り振ったという形ですね。えー、次に外貨積立預金。えー、こちらが9万5千124円ということで、えー、2月20日時点では9万9千347円だったんですけど、 ニュージーランドドルだけを今積み立てしててまあ正直外貨積み立てねやめようかなと思っててもう今の方は積み立てはやってなくてただニュージーランドドルをね日本円にするときにちょっとまあ僕の積み立ててる金額のね購入金額の平均がちょっと今の為替からするとマイナスになるんで今のところまだ持ってるっていう形ですもうちょっとね えー、近づいてきたら売ろうかなと売ろうというか日本円にね変換しようかなというふうに思ってます投資系なんですけどもまず株式投資が23万4728円、えー、2月20日時点ではね36万2544円あったんですけどこれがねそのままずるずるずると、えー、値段の方が株価の方が下がってきて、えー、現在の えー、金額になってます。ということで、まあ、10万、10万以上ですね。だいぶ大きな値下がりになってしまったなという形です。えー、次にロバーアドバイザー。これが25万8153円ということで、2月20日時点に比べると、えー、7万円ほど、えー、増えてはいるんですけど、でもね、積み立ての金額を変更したりしたんでですね。 えー、実際にはね増えてるようには感じますけども損失の方が出ておりますはいということで今までご紹介した金額を全部足しますと今表示している金額になります110万1264円っていうのが、えー、今現在の僕の資産の合計金額になります2月20日時点はね 98万6415円ということで11万ぐらいはね資産の方増えたのかなっていうところでまあ3ヶ月経って11万かっていう形はしなくもないですけどうーんこのままのペースだとねちょっとねまだまだ先は長いかなという形になりますじゃあその2月20日から今の6月ね今6月3日なんですけども これまでの間に一体何があったのかっていうところをちょっとお話ししていこうと思います4月にね決算所有がありましたまあこれはね仕事を辞めたい辞めたい言いながらもありがたいですよねはいで5月にはね AGA 治療薬で大金を使ってしまいましたまあ冒頭でも述べた通りねちょっと僕頭の毛がねあまり濃くなくてというか薄いんですけどもその それが AGA という病気なんですけど、健康に害はないんですが、その AGA という治療を受けるにあたって保険が適用されないんですよね。まあ、美容整形とか、ああいった形と同じような治療になりますので、ですから、その治療薬というのが保険が効かないというところで、え費用の方が27万2160円というふうな形でかかってきています。まあ、この金額はね、その4月にいただいた決算症用をね、すべて吹き飛ばす、吹き飛ばす以上のね、 金額なんで、うん、結構これがなかったらねさっきの合計金額110万ぐらいいってたと思うんですけどそれが130万になってたかなっていう形ですねまあ、ただねこの AGA っていう病気の治療は早い方がいいっていうんで、うん、セミリタイア達成してからやるよりかは今やった方がいいのかなというのを考えて今やり始めました で先ほど言ったねその27万2160円というのは1年間の薬の、えー、費用になるのでまあ、1年間はねその他今から出ていくお金はないっていう形ですね次に6月にモナコインが高騰したため利格したというふうに書いていますが2月20日のね 参考会の方を見てもらうとわかるんですけど仮想通貨っていうのが投資系のね項目にあったと思うんですけど現在はその仮想通貨すべてを、えー、理覚して、えー、現金の方に変えています、えー、今これ6月3日に取ってるんですけども6月1日だったかな5月31日か6月1日にねあのコインチェックの方に、えー、モナコインが上場するっていうニュースが出て そのニュースを受けてモナコインが一気にバーンと高騰したんでその時に理覚しましたね僕もともとモナコインは、えー、モナコインが盛り上がってる時ですね一番盛り上がってる時仮想通貨ブームの時に買ってしまってたんで結構損失の方が出てたんですよねただそれでもちょこちょこねモナコインが50円の時とかにもねちょこちょこ買っててその買ってたおかげで今回高騰して してててくれたたにプラマイゼロまで持っっいいけたっていうところになります、はいまあ、こういうチャンスはなかなか来ないかなと思ってもう理覚してプラマイゼロでもいいから理覚しようというふうな形に思い切って振り切り、ま、踏み切りましたで外貨積み立てはね先ほど言った通りやめる方向にしていますそしてロボアドバイザーですねこちらの積み立てをね 以前はね、1万円で積み立ててたんですけども、ちょっとね、えー、3万円にしようかなというふうに思ってまして、まあ思ってましてというか3万円に申して2、3ヶ月ぐらい経ってるんですけど、まあそれはやっぱり何も考えなくていい良くて楽っていうところがあるからですね。まあ普段こうやって YouTube の動画撮ったりね、ブログ書いたりとかやってるんですけど、そういったことをやりながら、 まあ、株式のこととか調べたりするっていうのもまた大変なんで株式の方はちょっとロバーアドバイザーの方にお任せしようかなというふうに思ってますで今持ってる株に関してはちょっとまあ塩漬け状態になってるんですけども上がり次第売りたいなというふうに考えていますはい結論としてはやっぱりまだまだ先は長いかなという形です まあ僕のセミリタイヤの目標金額っていうのは500万円ということであまり大きな金額そこまでねセミリタイヤを目指す上では大きな金額ではないと思うんですけどそれでもやっぱり500万円という金額は、まあ、正直僕にとっては大きいのでまあ今まだ100万円ちょっとしか貯,まれて貯めれてないのでまああと5分の4ですねまだまだ先は長いなっていう形ですはい というわけで今回の動画は以上になりますもしねこの動画が良かったなと思われる方は、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いします今後もねこのような形でセ、えー、ムリタイヤを目指しているところなんでその途中経過とかそういうのをこうやって試算公開とかそういった形でねやっていきたいと思っていますのでもし気になる方がいらっしゃればチャンネル登録の方をよろしくお願いします 参考会に関してはまあ3ヶ月後とかまあちょっとそんな感じでねやろうかなというふうに思っています毎月やるにしてはねあんまり資産がね増えないかなと思うんで3ヶ月ぐらいがちょうどいいのかなというふうに思っていますはいでは今回の動画は以上になりますありがとうございました